はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。日曜日の夜にこのほっこりカフェチャンネルの様々なお知らせをさせていただきます。ほっこりハートカフェ、2週間お休みさせていただきましたので、今夜3週間ぶりになるんですけども、本日2月11日、ほっこりハートカフェお送りいたしますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。スノーマンのファン、スノタンといたしましては、今週はまず2月14日スノーマン10枚目のシングルラブトリガー We'll Go Together が、まあ、発売されます。前日に、無事フラゲ届くのを、まあ、今からもすごく楽しみにしてるんですけども、そしてまた今週2月16日金曜日は、スノーマン、私も大ファンの目黒蓮さん、めめの27歳の誕生日バースデーです。私は昨年、目黒蓮さんの演技、まあ、サイレントから月の満ち欠け、そして私の幸せな結婚と、今後は追いかけて目黒蓮さんの、まあ、魅力にすごくハマり、それから、まあ、タペストリー楽曲を通じて、まあ、スノーマンのメンバー9人が、まあ、こんなにしっかり歌える、素晴らしい歌唱力やというところから、まあ、スノーマンにハマったという話はよくお話しさせていただいてるんですけども、4月から、まあ、ファンクラブに入ったりして、まあ、この迎える、まあ、初めてのその2月16日、ファンになって初めて迎える2月16日でもあるので、またこのほっこりカフェチャンネルは、まあ、スノーマンのファンの皆さん、そしてまた目黒蓮さんの熱烈なファンの皆さんが、たくさん集まってくださるこうチャンネルでもあると思いますので、そんな中私も迎える初めての2月16日なので、熱烈なファンの皆さんのめめへの、まあ、誕生日お祝いの熱いメッセージをもうちょっと募集させていただくことにしましたと、まあ、先週あたりからお伝えさせていただきまして、あさって2月13日3日火曜日ライブ配信が始まるちょっと前の午後8時まで締め切らせていただいて、今メッセージを募集しておりますので、そのちょっとメッセージ募集に関するところ、今いただいてる方のお名前もちょっと読み上げさせていただいて、ちょっと確認もさせていただきたいと思っております。そしてまたこのバースデーを迎えた後にはなるんですけども、まためめの熱烈なファンの皆さんのリクエストをいただきまして、2月24日土曜日午後3時から、私がホームにしております、京都のライブハウス祇園ジョニーエンジェルで、目黒蓮さんめめのバースデーをみんなでお祝いしようという、まあ、バースデーお祝いライブもさせていただきます。今日のお昼には実は、京都でともえさん、かおりさん、ルーナさん、ちょっとコアなスタッフの皆さんと2月24日のちょっと打ち合わせもさせていただきました。あと数人 2,3 人ぐらいかなは、あのまだあのギリギリまだあの入れますので、ちょっとそのあたりもなんかすごく楽しいあのバースデーライブになりそうなのを、今日のもう打ち合わせをさせていただきながら感じましたので、そこのところもお伝えさせていただきたいと思っております。なんですけども、先週末から、コメントでも結構皆さんからメッセージいただいてて、また直接もメッセージを何人もの方からいただいてて、どういうことなのか、これちょっとあの堀内さん、あの調べてちょっと語っていただけませんかということで、ちょっと熱いメッセージをいただいておりました。で、私もちょっと知る限りいろいろとこの調べたり、また直接あの通信社の方にあのメールでのなんかフォームで問い合わせフォームがあったんで、メールをさせていただいたりしてて、まだあの返事はないんですけども、でこのあたりもちょっと動画ですぐに皆さんになんかこう伝えようかなと思ったんですけども、単独の動画で伝えるとまたなんかこう、まあ、ちょっとこの煽ってるみたいな感じになったら嫌やなと思って、ほっこりハートカフェの中やったら、もうこのほっこりカフェチャンネルをなんか熱心に見てくださってる方ぐらいしか見られへんのではないかなと思いますので、そこのところ、今分かってるところのところ、また今私が感じてる、まあ、想像も含めてなんですけど、ところもまたお話しさせていただきたいなと思っております。で、どういうことかというと、先週の2月8日
日の、木曜日に、エランドール賞、まあ、テレビやこのドラマや映画で活躍されてる方を、まあ、表彰するエランドール賞の新人賞が、まあ、発表されまして、6人の方が、まあ、表彰されたんですけど、その中の一人に、SnowMan、目黒蓮さんが、まあ、表彰されて、もう皆さんからも、おめでとうございますの、コメントもたくさんいただきましたし、私も、まあ、単独で、その動画もアップさせていただきました。で、その、表彰式の模様が、東京ニュース通信社チャンネルで、2024年エランドール賞受賞式ということで、このアップされたんですけども、その6人の受賞式、そしてまた6人を、またこのゲストの方がまたこう祝福しに来てくださってるんですけど、その模様がアップされてるんですが、なぜか、目黒蓮さんのところだけが、ま、カットされて、この動画には入ってません。で、当然のことながら、メメを、祝福に来てくださいました、川口春奈さんの、メッセージも入ってないんですけども、で、私も、見させていただいて、あれどういうことかなと、なんでかなと、まあ、正直なところ、まあ、思いました。で、すぐに見たら、この概要欄のところには、この動画の2024年エランドール賞新人賞、テレビガイド賞に輝いた、磯村勇斗さん、今田美桜さん、前田郷敦さん、小芝風花さん、堀田真由さんの喜びの言葉、そして、豪華ゲストからのお祝いのメッセージをお届けします、とあって、で、カッコして、目黒蓮さんのスピーチは、下記のニュースリリースでご覧くださいというところで、その、まあ、リンク、アドレスが貼ってあって、そちらの方を見たら、その言葉で、まあ、ニュースで、その、どういう、この発言をされたかというところが、そちらの方で見れるんですけども、この動画の中には、目黒蓮さんのところが、こう、まあ、本当に、これはカットされてると思います。で、私もどういうことかなと思ったんですけども、実はこの東京ニュース通信社って、まあ皆さんここだけを聞くと聞き慣れないなんかお名前かなと思っておられるんですけども、どういう、まあ、会社かと言いますと、なんとこの、テレビガイドを発刊しておられるのが、この東京ニュース通信社です。先日もこの山本ひかるさん、ひーくんが表紙で、まあ、この中は、まあ、本当に、まあ、元ジャニーズ、まあ、もちろんスノーマンで始まって、もう元ジャニーズのタレントさんで、もう溢れてる、まあ、本当に、まあ、元ジャニーズのファンの皆さんにとっては、もう本当に欠かせない、私、まあ、テレビガイドであると同時に、そのもうファンの皆さんにとってはもうたまらないこの雑誌だと思いますし、また見方を変えたら、まあ元ジャニーズ、今のスタートエンターテインメントの、まあタレントさんの、まあこれももちろん持ちつ持たれつやと思うんですけども、もうなんか力に寄っておられるところもかなり私はあると思いますし、なんかすごくそういう意味ではいい関係性やなと思ってました。で、こちらのところにあります、皆さんあまり見られないと思うんですけど、発刊しておられる会社が東京ニュース通信社です。なので、なんかこう、意図的に、もちろん意図的にこの動画にはアップされてないと思うんですけども、じゃあなんでなのか、その、いわゆる昨年からの、性加害問題でやっぱり載せないのかどうなのか、でもその発刊しておられるこのテレビガイドには、元ジャニーズスタートエンターテインメントのもうあのタレントさんで溢れてるし、もう間違いなくそのファンの皆さんが、たくさん購入されるっていうすごくまあそういう関係性になってるのになぜかなとまあ思ったんですが、ここは私もまあ直接この東京ニュース通信社にこのメールフォームでなぜこのアップされたこの動画に目黒蓮さんのところだけがこのカットされてるんですかっていう、まあ、メールで問い合わせさせていただいて、まあ、もちろんまだちょっとお返事が来てないので、また何がしかお返事が来たらまた皆さんにもお伝えさせていただきたいなと思うんですけども、これはなんかまあ、その、この動画のコメント欄にはもうたくさんのファンの皆さんのお気持ちもすごくわかります。もうひどいって、なんでこんなことするのっていう、そのまあ、そういうこの、コメントがもうたくさんこの寄せられているんですけども、まあ、ちょっと冷静になって考えたら、
まあ、そんなことを、まあ、いわゆる、まあ、嫌がらせとか、なんか、そういうことで、乗せへんっていうことはあれへんと思いますし、また、昨年からの先ほど言ったその問題に絡めて、そのスタートエンターテインメントのタレントさんを乗せへん、やったとしたら、もしそうやったとしたら、やってることと、この動画でアップしてることと、全くそれが違うから、まあ、それやったら本当にどういうことなんですかって、私も、なんか声をもう少しこう大きく上げさせていただきたいなと思ってるんですけども、何か、まあ、ちょっとこう、大人同士の関係っていうか、何かある、まあ、ちょっとこの東京ニュース通信社に寄らせていただきますと、アップしたくても、そこはアップできないような何かがあったんやないかなって私はまあ思ってる。これは私の想像なんですけど、まあですので、あえて、なんでこんなことになってるのっていう、ちょっとすぐに皆さんのなんかこう声を受けて、そんな動画をアップしそうになったんですけど、いや、ちょっと待てよと。これはなんぼなんでもそんなことを普通はせえへん。変やろと思いますので、もう少し皆さんちょっと様子を私も見させていただきたいなと思っております。何か分かりましたらまたお伝えさせていただきますし、またここでなんかこう、またこう詐欺を大きくすることも、なんか私たちが大ファンの目黒蓮さん、めめのためにも、なんかならへんような気がするので、ただ、コメントでも、直接メッセージも結構たくさんの方からいただいているので、ちょっとスルーするのも、ちょっと私も、ダメかなと思いましたので、ほっこりハートカフェの中で、大したお答えにはなってないんですけども、まあ、何か、きっと、その、アップはしたくてもっていうか、なんかこう、映像を出せれない、なんか事情があったんではないかなと、正直なところ私は思っておりますし、まあ、そのあたりがもう少し深く分かりましたら、また皆さんに動画等でお伝えさせていただきたいなと思っておりますので、まあ、ここはちょっとあまり大騒ぎしないで、なんかこうゆっくりとちょっと見させていただいて、状況をちょっと見させていただきたいなと思っております。で、こちらの方の動画も、3月、いつまでやったかな？ 3 月1日まで公開されますっていうことなので、まあ、あと3週間ぐらいで、まあ、この動画も消えると思うんですけども、まあ、ちょっと何か多分ね、私たちのなんか知らないところでのことがあると思うので、ここはちょっと皆さん、もう少しほっこりカフェ的にもお時間をください。もう少し私もね、ちょっとまた問い合わせたりさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、2月16日、今週金曜日、27歳のバースデーを迎えられます。目黒蓮さん、めめへのバースデーメッセージを今は募集してるんですけども、あさって2月13日の火曜日、午後8時まで、皆さんのメッセージを受け付けさせていただきたいと思っております。きっとまだ明日、あさってギリギリまでやっぱり考えて送ろうと思っておられる方が結構おられるのではないかなと思うんですけども、まあ、まだ今現在数的にはそんなたくさんの方がまだいただいてないんですけども、今私が確認させていただいて、で、メールで送っていただいたものに関して私が確認させていただいたら、今私もメッセージありがとうございますと返信をさせていただいておりますので、私からの返信が来てなかったら何かちょっと違うところに入ったりして私が確認できてないと思いますので、もう一度再度送ったのに、なんか私からの返信が来てないっていう方は、もう一度送っていただくか、ちょっとなんか、考えていただきたいなと思っております。今現在、恵子さん、桃さん、久川みどりさん、梶浦妙子さん、多賀真由美さん、レモンさんからの、メッセージは確かに受け取らせていただいてますので、まだもう送ったのに今ちょっとお名前を読み上げられてない方は、ちょっと違うところにこう入っちゃってるか、何か私に届いてないかもしれませんので、もう一度再度この動画のコメント欄のところに送り先のアドレスをまた貼り付けておきますので、あさって2月13日午後8時まで送ってください。で、午後8時まで送っていただいたそのメッセージの
の方のお名前は、その午後9時からの、ライブ配信、ほっこりカフェでもう一度読み上げさせていただいて確認させていただきます。そして確認させていただいて皆さんからのメッセージを、私が読み上げさせていただく動画を撮らせていただいて、2月16日金曜日の朝7時にアップさせていただきたいなと思っております。どうかなんか皆さんからの目黒蓮さんめめへの祝福のメッセージ、熱い思い、熱いメッセージをまあ読み上げさせていただいたものが動画を通じて何かこう、目黒蓮さんめめ本人に届くように何かそんな願いを込めて熱い思いを込めて私も心を込めて皆さんのメッセージを読み上げさせていただきますので、明後日まで、締め切らせていただきますけども、2月13日の午後8時まで皆さんからの熱いメッセージを送っていただけたらなと思っております。よろしくお願いいたします。で、今日は2月24日、京都ライブハウス祇園ジョニーエンジェルでさせていただきます。午後3時からの、ほっこりカフェライブ、めめのバースデーお祝いライブの打ち合わせを、まあ、させていただいたんですけども、現在、27名様、30名で開催させていただこうと思っておりますので、あと数名、まだ入れますので、ギリギリまでちょっと日程、なんかご都合のところがわからない方おられる方もおられると思うんですけども、今でしたらまだ大丈夫ですので、そちらの方もこの動画の、コメント欄にもう一度案内を貼り付けておきますので、またお申し込みいただけたらと思っております。今日もちょっと打ち合わせさせていただいたんですけども、まあ、むちゃむちゃ楽しい、なんかこう、バースデーライブになりそうです。で、何よりも私も今日も打ち合わせさせていただきながら、ともえさん、かおりさん、ルナさんと打ち合わせさせていただきながら、なんか、それは、これは盛り上がりそうですね、と思ったのは、イントロ当てクイズがむちゃむちゃこれは盛り上がるやろうなと思いましたので、ご参加予定されている方は、どうか、今一度、全楽曲を聞き直してちょっとイントラテクイズで素敵な景品が当たるようなそういうコーナーも作っておりますので、ぜひ全楽曲をしっかりと聞き直していただけたらいいのではないかなと思っております。知ってる曲でもなかなかね、イントロのもう一瞬の1秒2秒で、当てるというのもなかなかあれなんですけども、まあちょっとバラしたらダメなんですけども、まあそのあたりね、ぜひちょっと全曲聴いていただけたらなと思っております。まだ、参加してくださってる、参加、ご予約いただいた方への、まあ限定動画をまだ一つしか、上げてなくて、そちらの方で限定動画の方で、自己紹介を皆さんしていただいたりしてるんですけども、まあ皆さんからのいただいたメッセージが、あさってで締め切らせていただいた後、そこもまた確認させていただいた後、また限定動画にもまたねアップしたいなと思っております。で、今回募集させていただきましたメメのなんかバースデーお祝いメッセージをまあ読み上げさせていただいて、2月16日の朝にアップさせていただくんですけども、またこのあたりを皆さんのメッセージを読み上げさせていただいたときに、なんか皆さんからの目黒蓮さんへのなんか祝福の思い、そしてまたこの感謝の思いみたいなものがきっと皆さんのメッセージを読み上げたときにすごくなんか伝わってくると思いますので、その思いを受けて、なんかその思いが胸にある、それを感じながら2月24日までにそのめめへの皆さんの思いを込めたなんかこうお祝いの込めたなんかオリジナル曲もね、実は作りたいなと思っておりますので、楽しみにしていただけたらと思っております。もう今から3年前になるんですけども、2021年の4月5日三浦春馬さんのバースデーをお祝いさせていただく第1回のバースデーナイト、開催させていただいた時に、なんか皆さんからの熱い思いを受けて生まれた曲が4月5日っていう楽曲ですし、その後も毎年あなたを愛し続けていいですかなど、皆さんの思いを受けてできた曲が何曲もありますので、これからまたこのスノーマンへ、そしてまた目黒蓮さんへの皆さんの思いを私がキャッチさせていただいて、またどんな曲が生まれるかというところも私自身もなんかすごく楽しみにしておりますので、明後日までまたたくさんのねメッセージ、お祝いのメッセージをまた送っていただけたらなと思っております。それでは明後日2月13日の火曜日、
ライブ配信、ほっこりカフェで、またいただいたメッセージ、いただいた方のお名前をまたもう一度確認のために読み上げさせていただいたりしますので、またあさっての火曜日の夜午後9時からのライブ配信、ほっこりカフェで、また皆さんとお会いできたらなと思っております。2週間お休みさせていただきましたので、3週間ぶりになります。今夜のほっこりハートカフェでした。最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。よかった君と出会えたから。